ああ、君たちか。砂漠の資材が入手できるようになって助かったよ。つまらないものだけど、これを俺に取っておいてくれ。何か入り用の時はここに立ち寄ってくれよ。砂漠の機械どもを倒してもらえて助かったよ。ありがとう。これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか？確かに、一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。オペレーターより 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B、 9S 両名へのメッセージがあります。待機します。地上に向かっているYoRHa部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のYoRHa部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえば、レジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。
地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ、トゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。ゲートは開かないみたいですね。どこか他の道から進めないかな。
繋がっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。
怪盗。機械生命体の体内にあるコアの破片、構造的に植物細胞に禁じ。植物細胞か。遊具レール上を高速で移動しスリルを体感するもの、絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところで 2B、 何、僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう、そろそろ 2B もどうですか。何だから、ナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。反応多数。